えぐれた。ツイン7。ちょっと待ってね、リップがやばいことになっちゃったから。こういう時はほっぺに移すのだ。会おうね。チークにするのです。ツイン低めですよ。空空低め。やっほー、綺麗なコースター。まあ、限りのドリンクさ、売り切れになってたよな。よく帰ってる。わあ、水色さん嬉しい。口の中にせんな言われそう。帰るかーって言われそう。鼻チークしとこう。なんか顔が荒れてるねんな、アレルギーで。そう、ツインでね、公園撮ったのレアだよね、めっちゃ。うん、兵庫いいな。こにゃん、メロン良きでしょ。ね、うまいっしょ。聞いてくれて嬉しかった。そう、結構顔見知りの方もいて嬉しかったです。え、わかる、生クリーム美味しいよな。どこのチームにも似合いたいな。元気ですけど。そうなんですよ、先輩たちがあのマネージャーさんに願ってくれて、懇願してくれて、そう、かきらもツインしてよみたいな。姫路城いいね、綺麗だよね。真っ白で。オッケーっていうよりは先輩たちが言ってくれたって感じです。え、マジレナって一回やったらマジで覚えるから。なのにね、覚えてねえだろってよく言われるんですよ。初そう、耳より下でって言われました。耳より下で、ツインに見えないツインにしてくださいって。ツインに見えないツインとかあるのってちょっと言われたんですけど、先輩たちにも。でも言ってくれて嬉しかったよ。コースターありがとう。チンカイ買った？そう、主役の妹は絶対。
そう、こっそり。ニアありがとう。おつれな12期ではねお友達になろう。え、マジでルール変えていこうって思ったよ思ったけど、まあ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 、そんな言えませんので。楽しかった今日も。え、治ってきましたよ。全然動ける程度にはなってきたので。気をつけよう。いや、ツインテールしたらずっとこれすんねんな画面の端から端までレナっていうことを示すことです。ルール変えていきたいよねマジでさ、レナさ、なんかルールとかがほんまに嫌いすぎて、なんか小学校の頃からもうずっとルールってあるやんか。けどなんか中学になってから結構厳しくなるやん。なんか髪の毛は下ろさないみたいな、2つぐくりか1つぐくりにしなさいみたいな、肩よりしたあの人は。マジでそういうのが嫌すぎて、なんか中学校1年生の頃から生徒会ボックスになんかルールを変えろみたいな紙をずっと友達と大量に入れてたけど、マジ一生変わらんかった指定靴なのは意味が分かりませんみたいな、白だったら自分の靴でもいいと思いますとか、髪の毛はなぜ下ろしたらダメなのか意味が分かりませんみたいな、髪の毛が下ろしていっても授業には集中できますとかいう、あの紙を生徒会ボックスに一生入れてましたマジおもろくないけど、自分が中3の時生徒会入ってたんですけど、マジで校則変える気だったんですけど全然変わらなかったマジずっとボックス入れてた多分ボックス使ってたのレナだけやと思うああいうボックスってさ、あんまり活用されへんやんでもなんかレナが中学校卒業したあたりからなんか、まあ変わるとしてもレナが卒業してからやなみたいな感じで先生に言われてたから、ワンチャンなんかそういう話は出てたらしい。まあ変わってないと思うけど、今でもみんな言ってますっても書いとけば、それ出した人はレナ一人かもしれへんけど、みんな言ってます、みんなも言ってますって書いとけばみんな思ってるねんなって思うやん、向こうもえ、でもさ、これって結構謎ルールじゃない？マジでのずっと思ってたんやけど、2ブロックあかんとか、男の子が2ブロあかんとかさ、おかしくない2ブロあかんっておかしいよな。じゃあどんな髪型すればいいんって感じじゃないいやそれな、逆に今結べへんっていうえ、マジでさ、ほんまになんか今日っていうか K2 公演はあのヘッドセットが結構多めじゃないですか。曲マジで楽すぎて、もう髪の毛ここへくぐってるからもうここにつけるだけ。いつもは髪の毛を半分に分けて、で下の髪の毛の上にヘッドセットをつけて、でここマイクつけて上の髪の毛を乗せるみたいな、まあ、じゃないとなんか
位置的に、位置と髪の毛の量的に、なんかおろしはめっちゃそのままマイクをつけられへんくて、だからなんか今日マジで楽すぎて、そうやばいやな。結局学校のルールは変わらなかったですね。はい、まあ、生徒会って言っても体育部員だったのでマジで。なんかさ、レナの中学校ってなんか体育部員長、体育部員がめっちゃ厳しくて、なんか体育の授業の時にちゃんとしろとかそういうのじゃなくて、なんかクラスを引っ張っていくのは体育部員だみたいな感じでさ、なんか体育部員の先生がバスケ部の顧問だったんですけど、マジでどういうことみたいな、なんか体育の時以外になんで活動させられんねんとか勝手に思ってたで、なんか月に1回のさ生徒会役員みたいな時にさ、なんか今月のなんか体育部員の成果みたいなやつをさ、なんか話すみたいなあったねんの、確か。なんか今月はこうだったのに来月これを改善しましょうみたいな、あるやん生徒会って。でなんかそういうのでも、なんかクラスの人が挨拶をするように頑張りますとかさ、体育部員が言うねんな、どういうことみたいな挨拶とかもう日番の人の仕事でしょみたいな日番っていうかさ、もう誰でもなくない、挨拶とか自分でしてくれって感じやん。やのになんか怒られてたっていう、体育部員長から挨拶するみたいな、体育の授業とかじゃないのに、なんなんそれとか思ってたけど、まあ、言えないですよね、そこは顧問だから。匿名ボックスには書けるけど、顧問にはちょっと直接言えなくてえ、おかしくない、マジで高速でさ髪型あるのマジ同じことしか書いてなかった、髪の毛のことしか書いてなかったかな、あと何やろ、なんか服のボタンを一番上まで飛べなさいのっていうのは、なんか絵づくので嫌ですとか書いてたかな、あれはなんか苦しいですみたいな、なんか首が敏感の人とかもいると思うのでここにボタンがあったらなんか絵づいちゃいますみたいな書いてた、絵づくのでそういう矯正はやめてほしいですみたいな書いてましたね。結構でもマジでなって首がほんまに嫌で、マジでうえってなっちゃうねほんまに、ほんまになんか先生とかになんかボタン上まで止めろみたいな言われて、もう言われたと思って、でもこうやってが見つかったから止めるんやけど、マジでうえうえってなるねんなこれ結構ガチで、もなんかあんまり共感してくれる人おらんくて、でもなんかネックレスとかもあんまり好きじゃないし、それは全然つけれるのはつけれるけど、もう家帰ったらすぐに取ったりとか、あと何やろ、まあ、ボタンとかもう絶対無理、シャツのボタンとかマジでえずくとか、小学校の時の赤白帽子のなんかこのゴム、あれももうずっとこうやって伸ばして学校通ってたもうここにゴムがあるのが嫌すぎて、くっつくのが、だからマジでさ、だからボタンって結構えずくんよな。だからレナ的に社会人にななんかスーツを着る社会人になる人の仕事は向いてない、向いてないっていうか、毎日なんか首とかほんまに無理やったもん、レナも高校の時とか無理でしたねえ、それな、ツーブロー良くない、別にツーブロあかんのが一番意味わからへんって思うけど、レナはツインだったね今日なんか切ってきなさいとか言われるような、よくツーブロやったらこの下の方の長さに合わせてもう一回美容院行ってきてみたいな、弟とかお兄ちゃんがよく学生時代言われてました、これギリあかんかったわーみたいな言って帰ってくるっていう、ギリって何みたいなあかんやんってうん、ヘッドセットはもう手とかぶつけたらマジ飛んできそうになっちゃう。
体育部委員長あるような生徒会。懐かしい。それな、バスケ部の子ってなんで強いん。しかもなんかあのダンバスは大丈夫やったんやけど、ジョバスグの顧問はほんまになんか強くて、マジなんでよく分からへん。それな、体育とさ挨拶関係ないやん。朝のさ挨拶やで、自分で言ってって感じやん。おはようとかさ。マジでさ、それな嫌よな。ルール、日直とか日番って言わへん。日直、うん、挨拶運動あった、毎日遅れてた。相方の女の子がいたんですけど、火水かなんかで週に2回ぐらいあって、週に3回ぐらいかな。マジ毎日遅れていきすぎて、あんまり怒らへん。なんか仲もそんなに良くなくて、そうなんか全然仲も良くなくてっていうか、普通になんか喋る程度で、なんかずっと一緒にはおらへん子で、だからなんか遅れたらちょっと気まずいから頑張ろう、明日頑張ろうとか思ってたんですけど、結構寝ちゃうので、マジごめんみたいな、やばい、ごめんマジ走ってきた今みたいな感じで、あの走ってその相方の女の子のところに行ったら、それ結構最後らへんとか怒られましたね。あんまり怒らへん子やし、あんまり話さへんから、なんか最初の方とかは、あ、全然大丈夫だよみたいな、全然いいよみたいな、部活も忙しいしなとか言ってくれる。うちマジの優しい人やったね。女の子、優しい女の子でやったんやけど、マジもう毎回遅れすぎて、しかもさ、まあ、冬とかでもあったから一人でさ挨拶とか嫌やん。二人やったらさまだ寒いなとか言えるけど、マジえずくんやな、あれな、ほんまに。303日、やばい、やばい。いや全然仲良くない人、無理。挨拶運動何すんの、マジ挨拶運動嫌いすぎてさ、ほんまにマジで朝起きるのが、そう挨拶運動マジでさ朝起きるのほんまに嫌いすぎて、そうでも怒られてた最後の方は。その全然怒らへん女の子に怒られてました。ねえレナさん、もうちょっとだけ早く来てよとか言われてた。もうちょっと早く来てくれへんと か、 なんか次はさ遅れんとこよなみたいな、電話かけようかとか言われて、いや大丈夫来週は絶対遅れへんからマジごめんみたいな、マジ絶対来週遅れへんとか言って遅れるっていう。でカバンそのまま外に足元に置いて挨拶するっていう。その子はちゃんと早く来とうから、一回教室にカバンを置いて、挨拶運動に下に降りてきて門の前でね待っててくれるんですけど、私はもう学校の目の前の信号からこうやって走って、そのまま「すごい!」って言ってカバンを足元に置いて挨拶運動をするというね。そう小学校から一緒やねんけど、なんかあんまり喋らへんみたいな、あんま仲良くはないみたいな、喋るっちゃ喋るけどみたいな感じだから、最初は全然何にも言われへんかった、全然いいよみたいな、大丈夫大丈夫、ごめんマジでごめん、待ったよなとか、うん全然大丈夫みたいな言われてたけども、後半はもう遅れんとってみたいな私が朝起こした方がいいみたいな言われてさ、いや大丈夫です
直前から走るタイプちょっとあの前に信号があったりするんですけど、その信号を越えてから門まで走るっていう。ゆみてーちゃんもらいました。綺麗なコースターもらった。グッズもらった。いる？みんな。まだ撮ってないねんな。これなんかペリペリできるらしいけど。うん。剥がれるっぽい。ほら。組み立てたいけど、ちょっとバラバラになるのが嫌なのでこのまま置いてる。ずっと。ね、やばい、顔に顔が荒れてる。見て、かきれなコースター。これサイン入りあるんですよね、確か。サイン入りが確かあるはず。確か3枚ぐらい書いた気がする。サイン2枚かな。急いでる感出してる。え、けど一応家出て早歩きはしてる。そう、遅れた時とかは。そう、サイン書いたよ。書いた。2枚か3枚書いた気がする。ランダムで当たってください。だね、売り切れてた。あれ売り切れって言うんかな。なんか飲むもんないからもう俺らのやつしかみたいな感じかな。限りのコースターはいっぱいありますよ。けどサイン入りコースターが3枚なんだよね。確かに少ないよな、3枚は。だってさ、生誕くじで言ったら A 賞なわけですよね。3枚ゲットした。今日劇場に入るときにめっちゃ並んでると思ったらさ、 SK カフェでびっくりした。こんなに並ぶんやって思いましたね。そら並ぶか。それ期間短いもんな、あのお店が出てる。サイン当たってまあまあやなはちょっと悪い方のまあまあやな。かきれなコースター、ただのコースターでまあまあやなはまあ嬉しい方かなみたいな思うけど、サインでまあまあやなとか言われたらさ嬉しくない方やんってなるよな。サイン入りと普通のコースターでちょっとそこは違うな。ねえ、めっちゃ並んでたよな。そうやねんな。 X でハッシュタグ柿本れな忘れてました。まあ別に写真貼ってるから入れる意味ないかなみたいな、入れんでいっかと思って、間違ったっていうか忘れてた。めっちゃ並んでた気がする。でも昼前かな、れなら見たの。来週、あ、写真ね、サインか。まあまあやないな。まあまあいいね。じゃない。まあまあやな。悲しい。マジ、かきれな飲んでたんかな、みんな。でもさ、なんか、かきれなドリンクさ、なんか生産少なそうじゃない？結構メロンですから。え、でもなんか一昨日はメロンが凍ってたみたいなやつを見て、今日は凍ってなかったらしい。みんなメロンどっち？レナは
行ってなかったやつです。普通のカットしたメロン、普通に普通のメロンでしたね。劇場のロッカーがまずどこか分からへんねんな、あれな。生産少なそうじゃない、なんか。そう、メロンがさ歯ごたえなかった。あ、ほんま？じゃ凍ってなかったってこと？え、それな、ハナのおでん食べたい。え、じゃあハナとあのドリンク、生誕ドリンク行こうよっていう話をしてるんですけど、多分行けないですよね、あんな並んでたら。公園がない日とかやっていいんかな。冷凍かな。冷凍でも美味しそうやけど、アイスみたいで。螺旋階段わからないです。あそこら辺あんま見ないですね、あんま通らへんしな。富士カフェだけで遠征ってなるよな。遠征民は美味しかった。みんな幕からメンバー出てきた見たことある。レダーゴンチャから出てきたところを見られましたけど、見てない感じで接してくれた。からそれが申し訳なさすぎて声かけた。じっと見てた。確かに結構冷たいよなあれ。おかえりディアンス。観覧車1回だけ乗った、お披露目前です。でも乗りに行きたいな今回も。え、てかさ、観覧車乗ったらのトレカあるやん、あれもあれなんやな、レノたちおるんやな。声かけたっていうか、気まずそうにしてたから、やっほーありがとう。公演後だったので、じゃあねーって言いました。あ、どうもどうも、バイバイって感じで。夜乗りたい。名古屋城とかギリ見えそうだけど、見えへんか。いやー、笑い声でバレるってそれめっちゃ言われる、同期とかにも。マキコさんみたいや。今日も会いました、マキコさんに声かけてくれて、お疲れ、頑張ったねって言ってくれました。ずっと騒がしいなーって言われました。見かけたら B ダッシュで逃げる、やば。めっちゃ早いやんそれ。めっちゃ早い逃げ足。これね、ドリンクも観覧車もいける。あ、そっか、ドリンクまだやってるんか、10月。え、待って、でも10月1日とかじゃなかったっけ、確か豪華いつまでやったっけ。結構なんか短かった気がしてんな、ドリンク。でも観覧車は全然いけるよな。相手側にプライベートなので声かけないでくださいって。うん、熱いんや。
観覧車、下が透けてるやつってこと。怖いな、それめっちゃ怖くない？27、29と45。あ、そういうことね。だからかレナ確かなんか29なんか第1弾しか見て、おやすみ2回目。うーん、高いところは大丈夫だけどジェットコースターは苦手です。苦手っていうか乗れない、ジェットコースター。なんか昨日お母さんがこっちに泊まりに来てたんですけど、夜中になんか動画、怖い動画、ジェットコースターの落ちる動画を見ながら、これぐらいならいけるなみたいな言ってきて、マジか。お母さん乗れるんですよジェットコースター。おやすみ。なんかレナが寝るみたいな時の、でももう寝たい。でも明日もやばいよ。明日の練習もして。バンジーとか絶対無理。死ぬまでに1回はなんかやってみたいみたいな、よくみんな言うけど、マジで死んでもやりたくない。無理ですね。ハリドリとかも死んでも乗りたくないもん。なんかユニバやから絶対乗りたいとかならへん。絶対乗りたくない。ね、周年公演あるよね5日に。頭が痛い。これがもう強く縛りすぎて、結構これでも緩くしたけど、スカイベイダイバイングとか無理。噛んだ。絶対怖いやんあんな。でもさ、なんかスカイダイビングの映像とかさたまに見るけどさ、なんかめっちゃスピードさ、ゆっくりでさ、なんかこのままヒューンみたいな感じで落ちてるなみたいな、なんか落ちてる感があんまり少ないやんスカイダイビングって。どうなんやろ、やったことある人おる？いや絶対やりたくないんですけど、興味はないんですけど、感覚どうなんやろみたいな、感覚どんな感覚なんやろ、ジェットコースターの感覚か、ただたら風に強風に吹かれてる感覚か。なんか感覚的に言えばやっぱさ落ちる感覚、落ちる感覚なんかな。絶対縛ってる方がダンスしやすい。もう下ろしてたらマジでダンスできひん。どんなダンスかにもよるけどね。溜まってるみたいな感じ。ああ、じゃあ全然感じるくない。ふわふわ感は。いや、絶対気絶する。なんかだってさ、ジェットコースターで気絶する人とかのさ、動画とか見るけど、マジでそれなってなるもん。まあ、まず乗らへんけど、レナは。ねえ、落ちるんや。じゃあ全然スカイダイビングって無理、怖、無理ですね私には。無理です。でマジさ疲れたらさ、ほんまに声出えへんくなるのマジで嫌や。下まで声聞こえる、やばすぎておもろい。ああ、赤切れなが今飛んだかみたいな、声聞こえる聞こえるとか言って。パラシュ
ート開かなかったら。そういうさ考えの人おるよな。なんかジェットコースターとかもなんか途中で止まったらとかさ、なんか飛行機とかもなんか落ちたらとか考える人おるよな。なんかそういう怖さはあれなんないねんけど、その落ちるとかがマジで無理で、感覚がマジで無理でさ、どうやったら克服できるんやろあれって。なんか内臓がさふわふわするみたいな言うやん、内臓が動くからふわって感じるみたいな。マジで無理あの感覚。楽しいとか言う人ほんまに大丈夫って思うけど。そうめっちゃね、慣れるってめっちゃ聞く。それ慣れるって聞くな。それ慣れって、何回か乗ってたら全然乗れるようになってきた。絶対無理な気がするの。うん無理、ジェットコースター無理やねんな。でも克服したい気持ちはある。なんか楽しみたいやん。そうなんかだってジェットコースター乗れる人ってすごいなって思う。遊園地行っても絶対楽しいやん。でもレナはなんかあの観覧車かコーヒーカップも気分悪くなるから乗れへんし、お馬さんか観覧車ぐらいしか乗れへんからそうやねんな。だから克服してよっしゃみんなであのでっかいやつ乗ろうぜ楽しみみたいな感じの楽しみ方をしたいねん。遊園地とかでもテーマパークでしたいねんけど、現実はお馬さんしか乗れないっていう、なんか悲しいやんそれって。しかもさ、なんか相手も一緒に行く相手もお馬さんしか乗れへんとかやったらまだわかるやん、それ一緒に楽しめるから。そう怖いよな、あんなジェットコースター乗れへんよなって共感しながら過ごせるからいいんですけど、家族の中でもジェットコースターに乗れる人もいるわけだから、家族で行ってももうレナは絶対に無理やし、なんか一緒に楽しめへんっていうのが結構な克服したい理由ですね。これも結構理由あ、そうメリーゴーランドマジでそれしか乗れなくて、マジ無理やねん。コーヒーカップも無理やねんな。そう乗りそうって言われるレナもよく、ハリドリとか絶対乗ってるやろいっぱいとか言われますけど、マジで乗れないですね。乗ったことない、怖すぎて。友達になんかマジで一回強制で乗らされよったことあるけど、ほんまにマジで命だけは勘弁って言ってマジで逃げた。ほんまになんか逃がしてくれへんような子で。でも逆のレナでもさ、多分自分が乗れるってなって乗れへん子と一緒に行っとって、でなんか乗るってなったらマジで乗せると思うねん。多分レナやったら強引に乗せてるから、その子ともうレナの戦いみたいな。お化け屋敷も無理、お化け屋敷怖いよな。お化け屋敷は怖いな。怖いっていうか、なんかちっちゃい時にお父さんに抱っこしてもらいながら顔も全く見えひんと、ここに顔を埋めてジェットコースターに、あ、ジェットコースターじゃない、お化け屋敷に入ったことがあるんやけど、マジでなんか抱っこ、普通の抱っこされとって、顔は肩に埋めててお父さんので、なんかずっと叫んでてキャーみたいな、何も見えてないのに泣きながら入って、でその時になんか抱っこされてる時にお尻になんか当たったねんな。でも目見えてないから見たくもないやん、そう入ってるから、もう入ってて、なんかお母さんたちとかもお化けの声とかもうーとか聞こえるし、キャーみたいななっとって、お尻になんか触って、なんか触られたみたいななって、イヤーみたいな、マジ発狂でなんかパニックになって、
けど見られへんやんか、何に触ったか分からへんから、 何に触られたかなんか確認したいけど、お化けの手なのかなんか物に当たったのか分からへんくて、でなんかもうそれがマジで怖すぎて、マジで怖すぎて、なんかもうお化け屋敷マジ嫌い、入られへんな。でも誰かと一緒やったら入れるかもしれへんけど、マジ勇気がなくて、お化け屋敷に入る。小学校6年生ぐらいの修学旅行でなんか忍者村みたいなところに行って、でなんかそこのお化け屋敷がめっちゃ怖いみたいな言ってて、けど多分普通のお化け屋敷でなんかめっちゃ怖いとかじゃなくて、でなんか普通のお化け屋敷やから大丈夫やってみたいな、みんなで入ろうってなったけど、なんか怖くて入られへんかった。マジごめんレナはやっぱり無理やわ、やっぱり怖いってなって入れなかったですうん、ハリーポッターは酔うよな、酔う結構。うん、怖い、お化け屋敷はちょっと怖いですね。だからなんかえマジ発狂すぎて、マジで。でもなんか何やったんやろ結局、なんかポールみたいなんかな、これより中には入らないでくださいみたいなあるやん、なんか芸術景色、芸術も何もないから、そのなんかびっくり箱みたいなやつとかのさ、なんか歩く道があって、ここになんか作品でこうなんかポールみたいな、こっから先入らないでくださいみたいな、それが当たったんかなって思ったねんけど、真実はもうわからないわからないですね。はい、けどお父さんにめちゃくちゃキレた覚えはある、なんでさーみたいな、なんでさーみたいななんでちゃんと抱っこしといてくれんかったってめっちゃキレた覚えはありますね、マジで。シューズアイランド行った、自転車乗ってた、ずっとあの高いところのビビリですね、結構。忍者村みたいなとこ行った、あ映画村かな、そこかもしれん、なんかあの昔のところだった気がする、奈良か京都のどっちかかな、修学旅行で行ったから奈良かな、分からん、確かそうやった気がするでも結構お化け屋敷はマジでその抱っこでマジで目線何も見えへんお化け屋敷以来入ってないから、マジで3歳とか4歳とか以来入ってない気がする。廃墟系はマジでレナ無理、おるもん 100% 病院とか 100% いますから、いる系は無理やな、いる系は分かるからちょっといけへん。でも普通のお化け屋敷もいけへん新スポとかは霊感がまだないって思ってた時に新スポとか結構友達と言ってたけど、絶対行かん方がいいって言われて、マジ怖すぎてそっから行ってないマジで。でも当たり前にそうよな、普通に、うん、マジでお父さんにめちゃくちゃキレた覚えがある。来ましたよー、手裏剣、覚えてない、そう、奈良と京都でしたね。うんうん。一緒に何？京都じゃないんかな、あそこ。どっちなんやろ。奈良かな、じゃあ。そう、新スポはちょっと行けないですね。いる系だから。いる系は無理。お化け見える、どうね。分からへん、感じる系見る系とか感じる系とかいる系、廃墟じゃなくてもどこでもいる、まあ、どこでもいる、どうなんやろ。えでもどこでもおらんかも、レナ的、これレナ的にはな、レナが思うには病院とか学校は
やっぱりいると思います。あの撮影、じゃあ絶対そこ、そうなんかあれやろ、昔のところみたいな司会の会場でも、どうなんやろ、新スポティオン、トンネル怖い、行ったことないかも、トンネルは。新スポって言わんのみんな、嘘でしょ。いや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 、幽霊とか信じてない人とかおるんいるからいるよ、いる、絶対いるよ、だって見えるもん、見えるからいるよ、絶対に、絶対いるよ、信じて。でも信じひん方が見えへんっていう、なんか絶対におらへんって心の底から思ってる人はマジで霊感がゼロらしい。まあそろそっかって感じじゃない名古屋にいる、広、名古屋広、うん、そうやね、なんかお化けって感じよりかは念、マジでそれ、なんか幽霊とか言うよりは人の気持ちとかかなみたいな、生き量的な、生き量まではいかへんけど、でも生き量やったら生きてる人やもんな。怖いとかの感情、怖いですねでもなんか怖いやつと怖くないやつの違いがわかる。例えば絶対にこれは人間が出す音じゃないとかいう話だけ聞いたら怖いやん、けどその音を寝る直前に聞いてもなんか、あーこれ人間じゃないやろうけど別に怖くないからまあいいやと思って寝て次の日全然覚えてなかったりとか。でもなんかめっちゃ嫌なところとか行ったら、やばいめっちゃここ怖い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 、早く出たい早く出たいなって、後から調べたらなんかあるとか、なんか違いが分かりますね、怖いやつと怖くないやつ怖いやつっていうか、でもあんま怖いやつないかもしれん、レナは。幽霊とか見たことないかも。お化けは、お化けは今までに1回だけかな、1回か2回、なんか未確認生物みたいなやつ1回もうこれに関しては人間か宇宙人かどちらか分かんないんですけど霊感ない人ってマジで信じひんって言うやん。だってなんかレナ的にはなんかもう見えたり感じるから、そのなんか幽霊がおらへんとかお化けとかそういう世界がないっていうことがもうまず、そういうなんかないっていう事実がもうまずないっていう、それまずいるよねみたいな感じ前提、もうこれが結構でも見える人は多分そうやと思う。あ、猫とかいますね。ねえ、なんか霊っていうか、なんかなんやろ、思い的な、なんか犬猫も気持ちがあるんやなみたいな感じでかな。朝五時、それは心霊現象でしょ 100% 色ではないかも。なんか黒いモヤモヤとかそういうのじゃないかな、そういう感覚みたいなこんばんは。いやー、ホテルとか、確かにホテルとかはおったら嫌やんな。え、マジさ、未確認生物みたいなやつも見たことがあってけど、なんか分からへんねんな、お化けか人間界のものか宇宙人界隈かマジ分からんくて、今日なんか見た目は人間みたいなチーターみたいなやつで、めっちゃマジ時速300キロレベルの速さやねん
え、マジでさ、もう今でも覚えとんねん、ほんまに。でも時速300キロの速さやけど、なんかマジでこう扉の隙間があって、この先はトイレで、マジ1メートルしか先がないみたいな。いや、先が10メートルあります。でも時速300キロ怖いけど分からへん。でもさ、疲れとうかもしれへんやん、疲れとうだけとか、どうなんやろな。ね、そう、かきれなの家の横に幽霊いた。それが初めて見たかも、幽霊。幽霊なのかな、でもあれは。でも幽霊か、幽霊分からんけど、女の人いましたね。でもあんま怖くなかったんな、あれ。怖い、なんかおるなとは思ってたけど、何やったんやろあれ、よく分かんないですね。でも今は見えへんかな、今は見えへんな。え、マジ時速300キロ、ほんまに。なんかチーターみたいな、人間のチーターみたいな、ガチガチガチ。うん、怖い話はどうやろ、だから聞くのは全然いいかな。けど怖い映画とかは怖っとか思いながら見る、全然。え、マジでさ、マジでおってん、ほんま。え、マジ新幹線、え、マジマジマジぐらい速いチーターみたいな、人間みたいな、見たんですよ。なんやろうな、あれは。あれはちょっとよくわかんないですね、今はもういない。どうなんやろ、おらんかも、見たことない。なんかレナの友達に、レナより霊感がめちゃくちゃ強い友達がいるんですけど、その子に話したらおらへんくなった。もう見えへんかな、その時から。でもなんかずっと誰かに話すのをずっと忘れてて、そのなんか玄関に入った瞬間にその女の人を見たことを忘れるねんな。でなんかもうこれ絶対マジ前から言っとんねんけど、こうマジで不思議で。え、もうレナだってさ、それ分かってんねんね、嘘とか思われそうなのは。けどガチなんよこれ。え、ガチで、なんかマジでなんか家族とかと買い物とかご飯夜に行って、で車から降ります。でマジで家の玄関に入る、外ね、まだまだ外、玄関に入る前のこの車から玄関の間、庭を歩いてる間にここにおるねんな、女の人が。髪の毛が黒くて長くて白い服着てる、マジでみんなが想像するような幽霊みたいな人がおって、女の人ので、なんかいつもおるなーみたいな、街灯の隣に立ってて、毎回同じところに立ってて、同じ格好で同じ人やねん、絶対同じ人で、それは。でなんか今日もおるなーと思って、あーお腹いっぱいとか思って玄関入るやん。そしたら、あ、お母さんに言わなみたいな。けどその時にはな、お母さんおんねんけどとかは言わへんくて、なぜか分からへんねんけど、でここにおるなーと思って、けどさ、なんか視界には入ってないねん、でもここに絶対おるみたいな、わかる？例えば絶対ここはこの視界やけど、ここに絶対おるみたいな、ここに絶対おるのねん、マジで。視界には入ってないねん、目には見えてないねんけど、ここにおるなみたいな、わかんねんな、頭の中に、おるな今日もみたいな。でパッて見るやん、おるなと思って、その街灯のところ、そしたらおらへんから、そのまま家入って、なんかお母さんさっきおってんなって言おうと思って、もマジで忘れてて、けどなんか次の日とかもなんか、あ、今日もおるなみたいな。でなんかやっと思い出して、それを友達に話したねんな。そしたらなんかもうそっから見えひんし、うん、一回も見たことないあし、やし、なんか友達曰く、なんかレナが霊感があるって自分で分かってるから、レナ自身が分かってるから、なんか幽霊とかなんかそういうお化けはなんか見えるって分かってる人にいたずらするみたいな。そう、多分だからなんか見えるって分かってるから、まあ見えてるだけじゃないみたいな言われて、そのなんか悪い感じではないみたいな言われて、その話をしてんで、して全く一回も見てなくて、それ怖いのが逆に、マジで一回も見てなくて、
誰ですか、あれは、あの女の人は誰ですかって感じ。けどなんかレナ的にもなんか初めてそれを見たのが、初めての幽霊がその人やねんな。けどさ、なんか レナもさ、なんか白い服で髪の毛黒いマジの幽霊みたいな、そテレビに出てくる幽霊やん。え、こんなに幽霊なみたいなえみたいなさ思うやん、なんかレナ的には。えこれマストなんや結構みたいな思いましたね、その時に。あーねーみたいな、あこれそうなんだみたいな思った。幽霊やんみたいなあ幽霊なんやって感じ。あ想像してたやつと一緒やんみたいな感じでしたね、案外おもろいけど、それもそれで黒い髪の白い人ってそうアピールしてるみたいな言ってるなんか遊ばれてるらしい、見えるって分かってる人がおったら、なんか例えば森のなんか茂みが顔に見えたりとか、なんかそういうのをよく幽霊はするみたいな、よく分からんけど、まあ、それが幽霊かどうか分からへんけどな。本怖とか最近見てない、見てないな。三角の白いやつは見たことないかな、うん、その一歩手前みたいな、あとこれつけるだけですよみたいな状態の人かな、それ見たことあるのでも怖いよな普通に ぐらいじゃない、未確認生物とそのやつ、その幽霊だけかも今まで見たのは。形で、あとは音とかかな、音とか感じるなとかぐらい。だからまあそんなめっめちゃくちゃ見える人ではないから、あここに人間の形の幽霊とか、ここにな幽霊がとか、そういうのはあんまり分からんかもって感じ。でもこの人なんか絶対今大変なんかなとかは分かるなんか笑ってるけど絶対多分あるよなみたいな、なんかあるやろうなみたいな思って話聞いたら、あれやばばみたいなことを抱えていたりとか。でもマジでそれはな、あれだ、結構さ、えこれ自慢したいことやねんけど、小学校の頃から、小学校、まあ、幼稚園の頃とかちょっとあんま記憶ないけど、いやどんよりとかではないねんけど、なんか小学校の時からなんかこの子って絶対これ今こう思っとるわとか、あーさっきこうやって言っとったから絶対こうやって思っとるやろうなみたいな、絶対に周りの子が分からへん感情が分かるねん、これガチこれガチなんですよ結構。でもなんかこれを説明するのにはめっちゃ難しいんですけど、これガチ絶対信じてもらえへんけど、これガチやねん、これガチ、これガチです、ガチ信じてもらえるか分からへんけど、なんか周りの子が普通に話してて、でなんか「えなあなあ」みたいな、「えあの子さ」みたいな、なんかあったと思うみたいな、なんかめっちゃ悲しそうじゃないみたいな、え全然普通に笑ってたよみたいなっていう話をした時に、待ってみたいな、なんでレナが今あの子が確かに笑って話してたし、なんであの子が今悲しいって今レナが分かるんやろみたいなって小学校の時に
思ってたんですよ。でそしたらなんかそれと同じ感覚がめっちゃ起きて、めっちゃ起きるんですよ、まあ、今でも起きるんやけど。え、不思議じゃない？結構でもなんかこういうのも霊感らしい。なんか死んだ人の気が分かったりとか。だからなんかワンちゃんが死んじゃったんですけど、そのワン太郎の声ではないけどえ、怖くない？普通にその時に思ったね。なんか小学校の時にな、え、普通に笑って話してたよみたいな、どういうこと、何が悲しいみたいな言った時に、え、どういうこと、え、悲しい気持ち伝わったやんみたいな思って、いやいや笑って話してたやんとか言われて、確かに笑ってたけど、じゃあなんで悲しいんやろみたいな感じ。感じ性豊か。どうなんやろ。疑うかなあれ。みんな顔に出るからな。見てもらおうかな。そんなね、そんななんかね、占い師でーすみたいな感じじゃないけど、疑おしいそうな時も分かったりする。だってさ、みんなに関してはさ、なんか顔に出るやん。違う人行ってきたんやろとかさ、遠く帰ってくる言ってる、うん、行ってないよ、イヒヒヒみたいな、もう絶対行ってるやんみたいな。感じ。でもそんなになんかそんなには見えないですよ。なんか自分なんかな、まだ自分で気づく程度かも。自分にしか分からんやつとか感じ。この人にはこんな霊がついてるみたいなんとかは全然全く見えへん。顔でね、顔でバレるよ、みんなに関しては。ジェットコースターの話してた。倒し怪しい、おもろい。倒しって言って怪しまれるかってことでしょ。それは怪しむよね。違う、一体生まれてなかったか、まだ最悪。磨こう、感性磨いとこう。あー、バレる前にも自分から言うってことね。ポーカーフェイスしんがりよく言うよね、みんな分かるんだから。すぐにね、性格とか分かる。人の性格か、分からんかも。でもなんか話したら分かるよな、すぐっていうか、まあ話したら分かるやん、こういう人よねみたいな。正直もね、やば。自らね、確かに自らバラしてくるわな、みんな。人の悲しい気持ちを見といたら自分まで病んだりする、する。これマジでそう、これマジでそう。え、これさ、これな、マジさ、なんか一回友達に呼び出されたことがあって、なんか最近なんか交友関係大丈夫みたいな言われて、でなんかレナちゃんはよくなんか人の気持ちが汲み取ったり、その相談とか乗った時になんかその子がなんかめっちゃ共感してまう一言とかを言ってもたら、なんかその子と一緒になんか連れて行かれる可能性があるみたいな、そう、悪い方に言われて、めっちゃ怖かった。その時になんかその子が
怖いことが結構ありますね。そういうのはある、結構ありますね。あとあのレッスン場とか結構やばいかも、個人的に個人的にレッスン場やばいって思います。これ結構運営の人にも言ってるんですけど、スタッフさんにも、レッスン場絶対やばいですよみたいな。なんか最近リハとかやってるじゃないですか、結構毎日レッスン場に行ってるんやけど、なんかマジで辛い気持ちになる。その自分がこうやから辛くなってるとかいう理由がなく、マジでめちゃくちゃ泣きそうになる時があって、レッスン場におる時にちょっと人の気持ちが、でも多分この人とこの人の気持ちかなっていうのは分かるんよ、先輩やねんけど、多分この人とこの人の気持ちがもう今絶対やばい、今めっちゃ来てるわみたいななって、マジで泣きそうになることがあるんですよ。泣かないですけど、これ一回泣いたら多分涙止まらんくなるみたいな感じ。なんかめっちゃ辛くなる時ある、多分この人の思ってることかなみたいな。そう、こうやって思ってるとかあんまりないけど、もう辛くて辛くて仕方ないみたいな気持ちが入ってくることはあるかな。まあ、特にレッスン場とかは人がいっぱい集まるし、まあ、悔しいとかそういう職業じゃないですか、なんかそういう気持ちかなでもマジで辛い、これはマジで辛い。でもこれは初めてかな、この間、ついこの間なんですけど、初めてそういう気持ちになって、うっ辛っって思った。でなんか誰と思って顔を見渡したんですよ。そしたらこの人かなみたいな、定かではないけど、別に聞いてないし、今って悲しいですかみたいなそんなデリカシーある人ではないんですけど、今こういう思いですかとか思ってはない、聞いてないから分からへんけど、けどなんかメンバーの顔見渡した時にこの人かなみたいな思って、めっちゃ泣きそうになって、ちょっと辛かったですね。でもこういうの結構あるあるかも、ある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 ですね。怖いです、別に怖くはないけど、だからそう、なんか相談とか乗りやすいよな、こうやって思ってるかもしれへんから、こうやって言ったら心が楽になるかなとか、そういう考えもできるから、そうやばい、あのストーリースクショしてさ、ちかこさんのあれさ、なんかちかこさんのストーリーにレナが映っててストレッチしてるリハの時の、マジでさ、ちょっと今度ちかこさんに会った時に言おうと思って、なんでこれ選んだんですかって隠してくださいおかげれなって言おうと思ったねんけど、ちょっと全然出会えてなくて、そっからえ、マジ知っとう人おる、え、知ってるみんな、無理はずいマジあれをスクショしてココミンとユアに見せてマジ3人で大爆笑した、ほんまに大爆笑しました。マジでおもろすぎて、ちみんなに言おうと思ってて忘れてた、忘れてた、ちょあげんとってマジであれはちょっとはずすぎてやばいマジであれやばい、ほんまにやばかったはい、誰かじゃあ持ってる人どうぞあげてください。自分で送るのはちょっと気が引けるから、誰かどうぞマジであれほんまに恥ずかしすぎて、普通に自分でスクショした。レナってあんまりストーリーとかなんか投稿とか全然スクショしないんですけど、ちょっとそれだけはマジしてもった、やばい時間無理、恥ずかしい、無理、あれマジで恥ずかしすぎてさ、やばかったほんまにマジやばい、おやすみじゃああげといて、ちょレナも見るわ、でも消してもたかもしれん、レナ自分の写真で、じゃあ見とくわ、じゃあまたこの後
やばい、今日早く終わろうと思っててめっちゃ眠かったから、今日リハ終わりにも寝てたしさ、帰りのタクシーでもめっちゃ寝ちゃってめっちゃ眠かったから、バイバーイ。もう見たはず無理はずい、それはバイバイ、また明日。あ、え、明日日曜んやんの、バイバーイ、おやすみー。